でなんかこうホワイトデーでもらったもので一番良かったものって何ですか？あ、私あります。テレビ。テレビもらいます。なんか、あ、まあ、ちょっと年上の男性だったので私は正直そのホワイトデー目当てであげました。テレビもらいました。でもまさかテレビもらえると思ってない。ずっと欲しい欲しいって言ってたらあげるって言ってたんで、だったらバレンタインもあげようと思って、その時にあげたものは何だったんですか？普通のチョコをあげたんですか？その時はクッキーを焼いてちょっと2、3個入れたものをあげました。それがテレビ。テレビになった。すごい。なんかいろいろありますね。私もなんか毎年お父さんにあげると返しがすごくって、なんかチョコレートとかあげてるんですけど、シフォンケーキは本命なんでなんですけど、そうすると大倉のショートケーキとか、それプラス洋服代あげくれるから、それで洋服買ってきていいよとか。そうなんです。返しがすごい豪華なので、嬉しいです。確かにお父さんとか私あげると、例えばホテルのディナーになったりとか、そういうのがありますよね。ありますよ。皆さん楽しいホワイトデーやってますね。逆に皆さんとなんか失敗したエピソードとか、面白いエピソードとかってありますか？あ、私あります。初めての彼の時に気合を入れてチョコレートケーキを作ったんですけども、なんかそのチョコレートケーキのなんていうのデコレーションで大好きって書いて、かわいい、カードを書いたんですけど、でもそれと同じものを、同じラッピングしたものを父親にあげてしまって、その大好きって書いたやつ彼にあげたかったのを父親にあげちゃって、でもなんか結局父親がすごい喜んでくれたそうなんですけど、彼はなんか特に何もないシンプルなやつで、でも間違えた相手がお父さんでよかったです。確かに確かに。でも違うの、義理のね、例えば落としとか落としとか間違えた相手のところでした。実はカミングアウトになるんですけど、最初に付き合いたての彼にあげるときにケーキを作ってたんですね。でシフォンケーキ作ってたんですけど、その時同い年のいとこがいて、同い年のいとこも彼氏にあげるものを作ってたんです。マフィンとかチョコレート。そしたら私たちちょっと戦略立てて、お互い交換して全部自分が作ったことにしようっていう話をして、だから私4種類ぐらいを全部自分で作ったっていう風に言って渡したんですよ。すごい最低だなと思って。でも、ね、そうなんです。そうだから向こうも、向こうの彼氏も私が作ったものを彼女が作ったと思って食べていて、これだけに4種類もこんなにみたいな。そうです。でも結果オーライですよ。まあそうですよね。結構そういうことやってます。テレビは見かけによらず結構シャンパカさん意外ですね。意外なバレンタインデーをうまく利用する上手。でも私もあるんですけど、まだすごい10代最初ぐらいの小学生ぐらいの時にすごい周りで友チョコだの義理チョコだのバレンタインデーにすごいあげるの作ってあげるのがすごい流行ってて、私もすごい人数の分作って、本命の子のも全く同じように作って男の子とかに渡したんですよ、義理と一緒に。そしたらなんかみんなちょっと勘違いしちゃって、私がみんなのこと好きみたいな10人ぐらいにあげたので、私が10人ぐらい好きと思われちゃって、すごいちょっとあの気の多い女の子みたいな、なっちゃって、すごいちょっと恥ずかしい時期があって、ちょっと苦いバレンタインデーになりました。自分があげるチョコだけじゃなくって、もし例えば彼がいる時とかだったら、その彼がもらってるチョコとかも私結構気にしたりしたり。確かに。どんなのもらってるのかな。確かに確かに確かに。比べちゃいそうですよね、自分のと。なんか自分のよりなんか可愛い包みに入ってたとか、ライバル視しちゃったりすることもあります。実は狙ってるんじゃないかみたいで、こうしたって本命チョコもらってるんじゃないかとか、確かに確かに心配になっちゃう。でなんか自分は義理チョコを結構あげるのに、なんかそういうもらってるのを見ると、義理チョコあげちゃってとか思って、可愛い可愛い人のことは
胸キュン。